ことか、痛ついらいですね。よー。痛いね。ここもありますね。ありますね。ここ肩甲骨の内側、かなり凝り溜まってますね。内側？そうそうそう、このこっち側、その背骨と肩甲骨の間とか、肩甲骨の裏側っていうか、痛ここい。の奥あったところにあるので、表面には出てこないんです分かか？りやすいところじゃないですよね。ちょっと探っていった時に、しっかり奥入れた時に分かるところなので、ご自身ではなんか奥の方っていう、なんかずしーとなんか重たいとか、なんか気持ち悪い、痛い、苦しいっていう感じはあっても、ここがっていうふうに言いづらいような、こういういっぱいありやます。ばい。結構細かいこりがいっぱいあるから、やばい。なんかちょっと息苦しかったりとかはあったんじゃないですか。最近はすごく人に気を使ってたので、あ、でしょうね。そういう疲れ も。そうですよね。そういう感じします。なんか細かいこりがいっぱいある人ってこう我慢してる人なんで、結構こうこれっていうはっきりした問題よりもなんかちっちゃい我慢がいっぱい。そうなんです。なんか自分で選んだ道だから何もないけど、ちょっと今回はここ年明けてからしばらく人に気を使っていたので、毎日大変ですよね。そのこれだけもう1ヶ月2ヶ月ってなってくると、休みはあるし、超絶ホワイトな会社なんで、その辺はしっかりね。求められることも大きいから。いや、めっちゃ背中やっぱり、なんだろう、そのもともとなかった人じゃないじゃないですか。そもそも割と、まあ、凝ったりはしている人で、さらにまあちょっとそういうこう、まあ、こう気使ったりとか、仕事が忙しくなっちゃってプレッシャーがあってっていうのが、まあ積み重なったっていうんですかね。だいぶこう鎧を着てるようか、ような。わあ、すごいわかりやすい言い方。そう、なんか本当にしっかり分厚いのが乗っちゃったねって感じですね。くっついちゃったねみたいな、硬い、本当に厚みのあるものが だいぶこう背中に張り付いてるんで、これはまあ辛いですよちょっとね。最近はかなり背伸びをしているので、仕事面で。あ、痛これ、さっきより、これは確認できるようになっただい。けマシな痛んですい、痛いけよ。ど、めっちゃ痛いですよね。さっきはちょっとこれが存在してるっていうのもちょっとこう曖昧になってたんですよ。だから結構その段階が、そのいらっしゃれない間に結構こう、のどこう上乗せってなっていったような。痛いですよね。構無理して我慢して頑張ってるっていうのが、そうかも。本当にそうかも。そもそも疲れやすいのにっていういや、本当そ ことかなと思います。もう気力で頑張ってるかられ。そう体なんですが。よね。何したらいいんだろう、そういう時って。
難しいよね。いや、なんともそういうのって、なんともね、本当にね、なんか後悔したくもないですしね、これはもう難しい。でもやっぱ痛いなとかが出てきちゃったら、そう、痛いことは続けない方がいいよとかはありますよね。やっぱりそこを無理しちゃうと本当に壊れちゃうので、もうだからそこはもうしっかり冷静にね、天秤にかけながら、天秤座です。ちょっとまあその人に相談したりとかね、書き出したりとかって、その第三者的な目線を持って、まあ少しこう少し じっくり考えてみるとかっていうのも大事かなとは思います。勢いでやっちゃうとやっぱりどんどん追っちゃうっていうのがあるかと思うので、まあなかなかね、でもなんかゆっくりできないとついつい頑張っちゃうっていうのはすごいわかります。ただもうあの歪み方とかは本当に、まあ、危険信号ですか？危険信号だと思いますね。はい、確かに。そのちょっとの我慢で、ちょっとの無理でではそこまでいかないので、結構痛いね。だいぶ、まあそうなんですよ。そうですよね。無理に無理を重ねたっていうのが分かる。私今、はい、入社してこの間1年目になったんですけど、おめでとうございます。はい、なんか新しい、あ、入ってくるんだ、あ、後輩が。いや、コロナの関係で全然、あ、そんなことはなく、あんまり入ってきてはないんですけど、はい、新しいこと、はい、ことを、はい、すごい上司に恵まれてるがゆえに、はい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 、新しいことにチャレンジさせてもらいやすい環境にいて、が、それが疲れるんですよ。まあ、そうですよね。この嬉しい反面、大変っていうことですよね。やばい、首もすごいっすね。やばい、無理なんだけど。首のりっぱいですね。いや、触んないでほしい。すいません。で、あと思ったんですけど、ちょっと肌荒れも出てますよね。そうなの。首荒れてますよね。私ストレスが溜まるとあの首が荒れるんですよ。はい、あ、でそうだ。やっぱりストレスがすごいってことですね。うん、出ますよね、皮膚にね、やっぱりサインでね。そうなんです。はい、そう、特にその辺がすごくって最近。はい。じゃあちょっとやっぱり何かしらもうちょっとセーブしていくというか、楽にしないとですね、ちょっと体が悲鳴上げてますもんね。上げてたか。肌とかに出てくるのって結構あれじゃないですか、進んでる時じゃないですか。そうです、なんかね、うわ、触られたくないって、だってそんなおっしゃることないですよね。いや、ないです、ないです、ないです。よっぽどっすよね。硬い。何、肩大丈夫って言ってたの。肩はいいかなっていうふうにちょっと聞こえた気がしましたけど。首が本当にモリンモリンになっちゃいましたね。首やばいですね。そうですね。そうですね。でもね、背中だいぶ取れてきてるんで、すげえ、花澤さん。いえ、結構こう筋繊維がこうポロポロしてきたんですよね、こう、うん、こう動くようになってきた。そうばらけてきてるんで、音が聞こえる体とか。ま
残ってるけど、これはもうあの流れが良くなってるんで心配ないんですよ。こういう風になってくれれば。すげえ、なんか今こう背筋まっすぐな背中背骨がまっすぐな背中背骨がキューッと上から下まで蛇行なくいってるの分かりますか、ね、分かります、はい、だって今この状態で、はい、この状態なのに普通に息のしやすさを感じますもん、はい、あ、はいはいはい、なんか通りやすさ、うん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 、風通しが、はいはいはい、そうね、呼吸楽になってってると思います、うん、背筋、背中が良くなって、まだ骨盤がね、そうですね、ありますね。多分これはあのお腹側からの理由も結構あるってことだと思うので、はい、それはそれでまたちょっとやらせていただきますね。はい。そうね、まだこう足寄せにくいしっていうんですもんね。結構だから、そうね、もしかしたら内臓面から来てるのも、内臓？内臓？こう胃だったりとか腸だったりとかの調子悪くないですか？でもなんか分かんない、もともとそもそも私、はい、あの気を抜いたらすぐ便秘になるタイプなんですよ。ああ、はいはい、あ、もともとね、そう、はいはい、内臓なんかこう、まあ座ってる時間、あ、まあ、今立ってる形が多いのか、そうなんです、うん、今は、まあ、立ってるのもそうなんですけどね、まあこう体をまあこう、まあ、前屈したり後屈したりっていう風にすることでこう動きが生まれるっていうのもあるので、同じ姿勢を取るっていうことは結構、まあ、消化活動がうまくいかない、そうそうそう、滞りやすいっていうのは、まあ、そもそも人と接してるから緊張感とかもあると思いますし、はい、じゃあ今度は仰向けにお願いしますね、はい、失礼します。眩しくてすいません、ね、あ、大丈夫ですよ、私の化粧がデロデロでごめんなさいって感じで、はい、この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。はい、お願いします。See you.